俺の名前は牧英二。この春から高校2年生になる。そしてそんなタイミングで俺は3年前まで住んでいたこの町にまた戻ってくることとなった。3年前、父親の都合で引っ越すことになった我が家だが、いずれこの町へ戻ってくることが決まっていたため、実家は手放さずにそのままにしてあった。なので新しい環境というわけではないが、それでも今日から新生活が始まるのには変わりない。もう懐かしい、この辺全然変わってないな。エイジ？ん？もしかしてほのかか？エイジ、会いたかった。わ、ほのか、抱きつくなって。だって3年ぶりなんだもん、嬉しくって。いや、いくら久しぶりだからってこれは。エイジ？え？千秋？エイジ！お前ら頼むからここで抱きつくのはやめてくれ。久しぶりに会えてついはしゃいじゃった。いや、気持ちはわかるけど。こいつの名前は藤宮ほのか。我が家の右隣に住んでいる幼なじみだ。だって3年ぶりだから嬉しくて。千秋まで。そしてこいつは東雲千秋。我が家の左隣に住んでいる幼なじみだ。ほのかと千秋とは小さい頃からずっと一緒だった。家が両隣ということもあり、幼稚園、小学校、そして中学校と常に一緒。俺が父親の都合で転校するまではほぼ毎日顔を合わせていたほどだ。そしてこの二人、かなりの美人である。同じ高校に進学した友人曰く、学園の二大美女として男子生徒の憧れの存在らしい。それにエイジ黙って引っ越しちゃうんだもん。お母さんから聞いて、あの時はすっごく泣いたんだからね。それはまあ申し訳なかったと思ってるけど、ちゃんと手紙だって書いたし、連絡だって取ってただろ。それでもよ、もう一生会えないんじゃないかって心配したんだから。本当悪かった、言い出しにくかったってのもあって事後報告になっちゃったんだ。今思えばちゃんと言うべきだったな。まあでも二人とも元気そうでよかったよ。これからもお隣さん同士よろしくな。うん、そうね、お隣さん同士ね。翌朝、エイジ起きろ。な、何事って炎か、お前また窓から入ってきたのか。右隣の特権ってやつだね。お前危ないからやめろって中学生の頃言っただろ。まあまあ、それよりエイジ、すぐに着替えて、早く行くよ。行く？どこに？もちろんデートに決まってるでしょ。ふんふん、エイジとお出かけなんて久しぶり。えらくご機嫌だな。というか手をつなぐなんてちょっと恥ずかしいんだが。いいじゃん、だって3年も離れてたんだよ。それを言われると何も返せないな。あ、そういえばエイジ聞いて、こないだね、長距離で県2位になれたの。へえ、陸上を続けてたんだな。県2位なんてすごいじゃないか。ありがとう、エイジに褒めてほしくて頑張ったんだ。ん、俺？うん、エイジさ、昔私がマラソン大会で1位取った時のこと覚えてる？ああ、あったな、小学校の時だっけ。そうそう、その時さ、私のことをめっちゃ褒めてくれたじゃん。私それがすっごく嬉しくてさ、それで中学校も高校も陸上部に入ったんだよ。そうだったのか、それは知らなかったな。うん、私はエイジに褒めてもらいたくて陸上を頑張ってるの。大好きなエイジに。ほのか、私エイジが引っ越したって聞いて本当に悲しかったの。もしこのまま一生離れ離れになったらどうしようって。だから次に会った時はちゃんと言おうって決めてた。エイジは私のことただの幼馴染だと思ってるみたいだけど。だからね、エイジ、私と。ちょっと待った、ほのか、抜け駆けはダメって言ったじゃない。バレちゃった？バレちゃったじゃないわよ。まったく、二人を探すのにあちこち走り回ったんだからね。まあそれはもういいわ。それよりほのか、午後からは交代だから。ええー、
まだデートの途中なのに。交代。はい、すみません。ねえエイジ、さっきほのかに何を言われたの？告白されたんでしょ？なぜそれを？やっぱり考えることは一緒なのね。なんか言ったか？それより、千秋、ほのかには負けられないもの。急にどうしたんだ？腕に抱きつくなんて、そんな。もしかしてこのまま歩く感じ？ええ、もちろん。嫌？嫌っていうか、その。嫌じゃないなら、このまま行きましょう。目的地はもうすぐだから。ようやく一息つけた。なんか今日はどっと疲れたな。こうやってエイジと二人で話すなんて、久しぶりね。3年か。そうだな。転校する前は、ここもよく千秋と来たっけ。ええ、思い出の場所。そういえばエイジ、転校した先、彼女とか作ってないわよね。え？何その反応。もしかして。いやいや、彼女なんていなかったから。ただ、急にそんな質問されて驚いたっていうか。そうならいいけど。それに急にってこともないでしょ。だってさっきほのかに告白されてたじゃない。それはねえエイジ、小さい頃の私覚えてる？引っ込み思案でエイジとほのかしか友達がいなかった時のこと。ああ覚えてるよ。確か千秋だけクラスが離れたことはあったよな。その時の私、毎日が辛かったの。友達もいないし、誰にも話しかけることもできなくて、ずっと一人で本ばっかり読んでた。そしたらエイジ、休憩時間のたびに会いに来てくれたよね。それでちょっとだけ喋ってすぐに帰っていくの。懐かしいな。覚えてるよ。私ね、あの時のことは一生忘れないわ。もちろん幼稚園の時からずっとエイジのことは好きだったけど、その時からエイジへの好きって気持ちは少しずつ変わっていったの。ただの幼馴染じゃなくて、一人の男の子として。千秋。エイジ好きよ。私と。ちょっと待った！ほのか？もしかしてずっとつけてきたの？あ、しまった！こっそり後をつけるつもりだったのに、つい。はぁ、まあどうせついてきてるだろうとは思ってたけど。というか、千秋だって抜け駆けしようとしてるじゃない！それはその、なんというか、流れで。もう、全然人のこと言えないじゃん！ちょっと二人とも、ここお店の中だから。とりあえず、外出よっか。状況を整理したいんだけど、ほのかも千秋も、さっき言ったことは本気なのか？もちろん、冗談であんなこと言うわけないでしょ？そうだよ、私、エイジのこと本気で好きだから。すまん、全く気づいてなかった。それで、告白の返事なんだけど。当然私を選んでくれるんでしょ？いや、もちろん私よね。いや、その…千秋、残念だけど、選ばれるのは私なの。なんたって私とエイジは、もう結婚の約束もしてるんだから。なんだこれ。これはエイジが幼稚園の時に書いてくれた婚姻届よ。ほらここ、大人になったら私と結婚するって書いてあるでしょ。本当だ、しかも俺の名前まで。そう、だからエイジと私の結婚はいわば決定事項なの。ごめんね千秋。ちょっと待ちなさい、婚姻届なら私も持っているわ。ちょっとエイジ、どういうこと？いや、俺は私も幼稚園の時、エイジに書いてもらってたの。残念だったわね、ほのか。自分だけじゃなくて。むぬ。こうなったらもう、エイジに決めてもらうしかないよ。まあ、そうね。お互い決定打に欠けるもの。あとはエイジの気持ち次第ね。俺は。エイジ、私と。私、どっちを選ぶの？俺は。ごめん、どっちかを選ぶなんて無理だ。
前らのこと嫌いなわけじゃない。けど、どっちの方が好きだとか、そういうのを決めるのは難しいっていうか。エイジ、それ、本気？ああ。つまり、私たちを振るってこと？そうだな。すまん。嫌いになるなら、なってもらっても構わない。二人とも黙ってしまった。やっぱり、こんな無責任な回答じゃ嫌われても。エイジ、ちょっと時間もらっていい？千秋と話したいことがあるの。奇遇ね。私もほのかと話があるの。ああ、構わないけど。少し外すわね。すぐ戻るね。ああ、うん。戻ってきた。一体何を話していたんだろう。エイジ、今二人で話して決めたの。もう、私たちのどっちかを選ばなくていいよ。うん。選ばなくていい。その代わり、私とほのか、二人と付き合って。え？エイジは別に私たちのことが嫌いなわけじゃないんでしょ？そりゃもちろんそうだけど。だからこそ、どちらかを選ぶことができない。でもそれじゃ、私たちどちらも幸せになれないわ。うん、だからね。どっちも振られるくらいなら、いっそ二人とも付き合っちゃえば何も問題ないことに気づいたのよ。いやいや、それってつまり、二股ってことじゃないか。そうね。けど私は別に文句ないわ。私も同じ。二股って言うと聞こえは悪いけど、本人たちが納得してるならいいんじゃない？一理あるような、ないような。そういうこと。これからよろしくね、エイジ。二人とも今日はこれくらいで我慢してあげるけど、今後はもっともっと攻めていくから。ええ、これからさらにアプローチしていくから覚悟してなさい、エイジ。こうして俺はほのかと千秋二人と付き合うことになってしまった。どうあってもこれは決定事項らしい。その後、学園の二大美女である二人と二股をしている俺がどういう目で見られているのかは言うまでもないだろう。そして俺は今日も二人から強烈なアプローチを受けている。果たして今後もこの関係が続くのか、今はまだわからない。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。